宝十寺宝十寺の八章殿。韓国に唯一現存する木造五十棟。ブルース・リーの映画、死亡遊戯は当初はこの棟が舞台となるはずであった。俗里山は、大韓民国中部の中西北道、京商北道にまたがる小白山脈に位置する山並みの総称、俗里山国立公園に指定されている。俗里山は、中西北道の法恩軍及び演樹山軍。 京商北道の昇州市にまたがり、最高峰の天皇峰やハイキング客の多い、文蔵台など標高1000メートル程度の河口岩で、できた険しい峰からなる。天皇本、ビル本、観音本、文蔵台、縦石台などの旧峰から構成される、俗地山は旧峰山などとも呼ばれる。また、東へは、楽東港、南へは近港、西へは、 観光といった韓国を代表する大河が、俗里山に発している。山陸には海洋、戦友、総谷などの渓谷があり、八橋旧遥と呼ばれるように曲がりくねっている。これらの峰と渓谷が、国立公園を形成している。一帯は、松林や松の大木が多く、特に西府多の松と呼ばれる松は高さや傘のような、枝ぶりの美しさで名高い。この松は、 李氏朝鮮時代の第七大国王聖祖が俗李山を訪れた際に神を与えた逸話がある。山陸の俗李山面には、総慶州に属する653連宋建の古刹、宝獣寺がある。白木時代から、高麗時代には巨大な寺院であったが、李氏朝鮮王朝の廃物政策で衰退し、文読、慶長の役で消失した。後に再建され、 大仏や数々の建築物が残っている。この他、宝珠寺周辺の街道沿いには、土産物店、料理旅館などが立ち並び、韓国有数の観光地を形成している。特に、俗里山一帯で採れる山菜を使った料理が有名である。2002年には、国際連合が定めた、国際山学年を記念し、山林町は100大名山を選定。この中に、 リヤマも名を連ねることとなった。ありがとうございます。